とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、いいところが出ております。それがここ、デイリーチャレンジさんのサンゴの丘ですね。報酬がアーティファクトで、俺ね、これ持ってないんですよ。森の矢筒。だね。森の矢筒の256を探して、行ってみましょう。難しそうだな。HP1。それでは行きますね。無敵がついた稲妻の矢筒ビルドでやっていきます。で、今回は、報酬のアーティファクトが目的なので、もう急いでクリアしていきますね。多分海の中でも、このビルドは、間違いなく強いでしょう。ちょっと待って、変更ついてる。変更。こういう時は逃げろ。変更が来たらちょっと逃げろ。ああ、もう変更うっとい。もう変更うっとうしいな、ほんとに。オッケー。全然海の中でも、いける。エンチャントのクリーパーが来ても、まあまあ大丈夫か。ああ、ちょっと火力はね、やっぱり、地上と比べると、だいぶ、落ちるんだけども、いや、でも、それでも、いけるわ。オッケー。あ、もう、動きにくい。やっぱね、俺が森の矢筒持ってない理由が、海が嫌いなんですよ。海がとにかく嫌い。本当にこれ動きにくくないですか？戦いにくい。なので、あんまり来たくないのよね。もう取ってけ。取ってけ。一個ぐらいね。よし。オッケー。全然いけるっぽいので、進んでいきましょう。でもこれ時間かかるぞ。いや、ここあんまり長くないかも。うん。そんなに、長いダンジョンじゃなさそうですね。こんな短かったっけ？あ、そうか。ここあの、横道にある洞窟が長いだけで、このダンジョン自体はそうでもないのか。ただただちょっと動きづらいってだけで、あ、もうほら、もうここまで来たもん。あ、全然だわ。10分かからない。10分かからずに、行けるので、あ、なるほどね。ここはあれだ、セーブして、出なかったらリセットしていっても、まあいいですね。うん、それぐらい短い。で、敵の動きがそんなに速くないところなので、ブーツとマントか、つけてダッシュしていけば、あ、これマジで5分以内ぐらいで、周回できそうですね。うん、ちょっとね、本当にあの、矢筒が、せめて255ぐらいね、のやつが欲しいので、これ、回るか、これ。よし。え、余裕すぎ。で、ボスもそう大したことないよね。うん。まあ、ダイナモ一発殴れば、終わりぐらいじゃないの。OK。まあまあまあ、行きましょう。でもダイナモはね、ためにくいね。ダイナモためにくい。海はやっぱりそういう感じ。でも、全然ね、雷の矢筒ビルドで、余裕でいけるので、いい感じです。いやいや、ここは周回しやすいな。うん、これリセットしていっていいぞ。では、見てみましょう。それでは、報酬、一発で出てきてくれれば嬉しい。どうだ？ああ、違う。全然違った。やっぱ、4つのうちの1つだからね、なかなか難しいかもしんないですね。でもね、本当に、森の矢筒が252なんですよ、持ってるのが。252。まだまだ弱い。
ちょっとこれリセットして周回しましょうかね。せめて254が出るまでね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。